皆さんこんにちは。ペリオディスタ小沢です。今日は今朝終わりました。ウェファーチャンピオンズリーグのラウンド16ファーストレグ、アトレティコデマドリーとマンチェスターユナイテッドのパルティダスト一戦についてお話ししたいと思います。結果は1対1のドローに終わりました。先制したのはアトレティコデマドリーでしたね。開始早々の7分、レナン・ロディの素晴らしいクロス一戦からジョン・フェリックスが頭で合わせて先制をし、 まあその後前半は一方的な展開内容となりました。まあ本当に、これだけ充実した、えー、機能美あ溢れるアトレティコの、えー、まあボール、非保持、えー、守備から、えー、うまくね、カウンターにもつなげてましたし、攻撃につなげてましたので、まあ実際になっててもボールは持てていましたが、まあ持たされているという状況で全然リズム作れませんでしたし、逆にボールを持ってリズムを崩すミスを犯すというような、 えー、悪循環で、まあ、一方的な前半45分でしたし、まあ、後半も基本的にはアトレチコペースで進んだと思うんですが、まあ、80分、えー、ブルーノフェルナンデスの、えー、カウンターの局面でのスルーパスに抜け出した、えー、交代で入った。 まだ10代の新生ランガが見事に決めて、まあほぼワンチャンをものにしたと言っていいと思います。マンチェスターユナイテッドでしたけれども、これでオールドトラフォードのセカンドレグに向けては、まあ、逆に今回のファーストレグの内容ですから、まあマンチェスターユナイテッドが多少有利にセカンドレグを戦えるんじゃないかなと思えるような試合の内容スクワとなりました。それではまず両チームのスタメンから確認をしていきましょう。 はいえー、左ホームアトレティコですけれども、えー、一応表記上532にしておきます。後ほど、えー、開始からのアトレティコの、まあ、ボール、非保持の陣形、えー、下辺の、えー、守備のプレッシングについて説明しようと思いますので、まあ、532で説明しておきますが、まあ、この試合に向けて言うと、かなり主力選手の欠場が多かったと。えー、カラスコが出場停止それから まあこの試合直前でコケが怪我をしてしまいましたので、えー、バスマテウス・クーニャに続いてコケも、えー、離脱ということで、非常にね、苦しい台所事情でしたが、逆にそれで、えー、ソリッドに守備に固めることができたなというふうには見ておりますが、えー、ゴールキーパー・オブラク、えー、ディフェンスライン、右のウィングバックにブルサリコ、えー、真ん中3人の3センターバックですけれども、サビッチ・ヒメネス、ヘイニュードの3枚できました。左のセンターバックに冬に獲得をした ヘイニュードを使ってきました。まあ、それから左のウィングバックにロディを使いました。えー、中盤の3枚はエクトル・エレーラ、えー、それからマルコス・ジョレンテ、コンドグビアの3枚、えー、前線はアンヘル・コリアとジョアン・フェリックスの2枚という形の5で、3、2でシメール監督は組んできました。一方の、えー、マンチェスター・ユナイテッドですけれども、4、2、3、1の布陣でした。ゴールキーパーデヘア、えー、ディフェンスライン右からリンデロフ、バラン、マグワイア・ルーク・ショー。 中盤ボランチですけれども、マクトミニーが体調不良で欠場となりましたので、ポグバとフレッチのドブレピボーテ、ダブルボランチでした。2列目、右からラッシュフォード、ブルーノ・フェルナンデス、サンチョの左。サンチョとラッシュフォードの配置ですけれども、まあ、前半始まって少しすると入れ替えてましたね。ですので、厳密に言うと右がサンチョ、左がラッシュフォードだったという言い方もできると思います。前線はクリスチャーノ・ロナドですね。 はい、えー、試合開始序盤からの構図で言うと、えー、まずはホームのアトレティコが、まあ、532でしっかりとミドルサードセットを構えまして、えー、マンチェスターユナイテッドにボールを持たせたという展開が続きましたので、えーまあ、どういった形で532でオーガナイズしたかというと、 基本的にはツートップがしっかりとセンターバックの正面に対重をして、まあ、中央のパスコーツを刺しながら、まあ、サイドに誘導すると。まあ、ですので基本的にはマンチェスターユネーテッドはこういう形で外循環で、まあ、ツートップの脇からボールを運ぶ前進を試みる展開となりましたけれども、まあ、アトレチコ側からしての右に関して言うと、まあ、例えばルーク・ショーにボールが入ったときには。 えー、マルコシ・オレンテが、まあ、インテリオールのところから、えー、ルーク・ショーに対して出ていくと、まあ、その時に全体でスライドして、まあ、ブリュ・サリコはあまり前にダイナミックにジャンプのスライドはしないというような形で、えー、右サイドは作っていました。 一方の左ですけれども、左に関しては、逆にレナン・ロディがまあ中盤にも上がってきて、リンドルフに対してプレッシングをジャンプしてかけると、まあ、そういう形でしたので、アトレチコの守備のフェーズでいうと、結構4-4-2のスリー3ラインコンパクトの 守備陣形も時間的には多かったなというふうには見えましたしまあ今シーズンのアトレシコデマドリーの課題はずっと指摘し続けてますけれどもやはり低重心で基本的に5バック3バックの時にはまあ5、3、2でビタッと引いてしまってツートップの脇からの進入に対してまあ全く無抵抗でボールを運ばれてしまうと簡単に運ばれてしまうというところがまあようやく相手がアタッキングサードに入ってくるアトレシコ側からするとディフェンシブサードに入ってきたところで えー、ようやく、えー、プレッシングに行くような形でしたので、まあ、簡単にこういう形でいいボールを、ね、配球されるみたいなところが、えーまあ、ずっと続いていた課題でしたけれども、まあ、そこを今日に関して言うとうまく、えー、解決していたんじゃないかなと2トップ脇からの進入相手の前進に対して、まあ、右はジョレンテ左はロディがまあ出ていくという形で、えー、うまく全体のラインを高く保ってましたし、まあ、それによって まあ前線でのファーストラインでうまく規制もかかっているので、まあ、やはりエクトレーレーラ、コンドグビアのあたりで、まあ、中盤のミドルサードでうまく引っ掛けて、まあ、ボールをダッシュする機会が非常に多かったなと。まあ、あとはドレチコの攻撃に関してもうまく守備で、まあ、高い位置で奪って、まあ、そこから守備から攻撃のポジティブトランジション、まあ、そこからの攻撃でいうと、まあ、このジョアン・フェリックスがうまく ライン間中間ポジション取りますのでバランもリンデルフもポグバもやっぱり気になるみたいなところで相手を引きつけますからまあそういった時に結構こういう大外のロディに対する配球が非常にいいチームとしても統一感を持って。 配球できていましたし、まあ、ロディもかなり鋭いスプリントそれからね見事なコントロールからの左の配球クロスっていうところで、まあ、かなり攻撃の起点になってましたので前半に関して言うとかなり目立つ、まあ、個人的には前半の MVP は得点を取ったジョン・フェリックスよりもレナン・ロディじゃないかなというぐらいにこの試合の前半のロディは良かったと思います、まあ、一方のマンチェスター・イナイテッドはボール保持、まあ、ビルドアップのフェーズでかなり問題を抱えていたなとチグハグだったなというところがありますので まあうまくね、えー、ツートップの脇からどう侵入していきましょうかっていうところが、まあ、共通のアイディア、イメージがないように見えましたし、まあ、どうしてもね、展開的になかなか前線にボールが、えー、うまく入ってこないので、まあ、ブルノ・フェルナンデスもロナウドも、まあ、かなり自分のポジションを捨てて中盤の深い位置、まあ、サイドバックのいるような位置に降りて、えー、ボールをピックアップしてましたので、まあ、彼らがここまで下がってしまうと、えー、前線に人がいなくなってしまいますので、えー、前進はできたとしてもなかなか 攻撃のスピードアップからシュートチャンス決定機を作ることはできなかったというようなマンチェスターユナイテッドの90分終わったスタッツデータで見るとボール支配率は39対61マンチェスターユナイテッドがやはりボールを、ね、多く握っていたというような数字ですし、まあ、ただ、シュート本数は13対7でアトレチコが勝ってますし、まあ、ただ、オンターゲットが、ね、1対2ただアトレチコ・デマドリーは まあ前半終了間際のブルサリコ、それから後半の平行なのこぼれからのグリーズマンで2度バーを叩く決定機がありましたので、まあ今日の内容、展開であればアトレシコでマドリー最低でも1-0での勝利できれば2-0で勝ちたかったなというようなゲーム内容だったんじゃないかなと思います。まあ個人的にはセカンドレグも、えー、今日のファーストレグルのようなアトレシコでマドリーが基本的には構えながら、 まあ、マンチェスターユナイテッドにボールを持たせて、まあ、強度の高いハイプレスをね、繰り出したわけではないですが、えー、今シーズンずっと課題に抱えていたツートップは、ヒカルドの侵入に対しての、えー、解決策はうまく、えー、右と左やり方変えてましたけれども、まあ、しっかりとありましたので、まあ、この戦い方はアドリシコでマドリー基準にできれば、まあ、ラリーガでも順位を上げていけるでしょうし、セカンドレーグに関しても十分、マンチェスターユナイテッドのような強豪相手にいい勝利して、えー、ベスト8入りする可能性はあるとは思います。 ということで、えー、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アサラプロクシマ、アオパートレティ。